大見道ハイジアとガラン大見道ハイジア大見道ハイジアの位置、大見道ハイジアは、鳥取県倉吉市田教授町にある古代寺院跡。元々の寺名は、久米寺と推定される。国の史跡に指定されている。鳥取県中部、宝器国府から、東約5キロメートルの倉吉市街地に位置し、南側には古代山陰道が通ると推定される。 昭和期の工場造成で礎石が出土し、その後は工場敷地として推移した後、1996から2000年度に発掘調査が実施されている。ガランは完全温自式ガラン配置で、近道、を西、東、東、高道、総帽を北に配置、回廊が近道、東を囲んで、高道左右に取り付く。 7世紀中頃に建立された山陰地方を代表する最古級の古代寺院であり、大規模な僧帽や浄水道施設が完備するという大規模活かとなった寺院跡になる。出土瓦原に、久米寺、久し寺名があり、当時の寺院名は、久米寺であったと推定される。久米軍の軍名を、大雲軍の代表的寺院であり、三明寺古墳を築造した有力豪族が、 クメ軍の軍事士族になるとともに、宇治寺として営んだと推察される。また、特に関税ン寺式河蘭配置の寺院は、機内に設置される他には、多賀城配置、関税ン寺のように地方の境界領域に設置される傾向にあることが指摘されており、大御堂配置の場合にも白木に対する境界領域とする意識が推測される。時期後は2001年に、 国の史跡に指定されている。地域は、東西約135メートル、南北165メートル以上で、東、西側は、月地米、北側は、段を持って区画する。地域の東寄りにおいて、近道を、西、東を、東、行道、総撲を北に配する、完全音実識が乱配置で、回廊が、近道、東を囲んで、行道左右に取り付く。 以降の詳細は次の通り。地域からの出土品としては、大量の瓦のほか、瓦家、木製品、金属製品などがあり、特に、潜仏、石像菩薩立像、銅製素地、銅製獣等、仏食い型などの多様な仏教関係の遺物も認められる。また出土品のうちには、久米寺の牧書名土器や、久し寺の牧書名土器、聖イ土器があり、 当時の寺名が推定される。河原の形式は4段階に分けられ、第1段階は7世紀第3四半世紀、第2段階は7世紀第4四半世紀、第3段階は8世紀第1.2四半世紀、第4段階は8世紀第3四半世紀とされる。ただし法規国分寺とは、河原の共有関係がなく、別に自覚が保たれている点が注意される。 その後は11世紀頃に廃絶したと推定される。ありがとうございます。